ごめんなさい。ちょっと無茶したかっただけ。この間のすき焼き、先生食べてくれた？食い物は粗末にしねえんだ、俺は。昔はうちよくすき焼きやったんだよ。その頃はまだ狭いアパートで、月に1回の給料日はすき焼きの日でね。その時だけはママが働いてるスーパーでお肉と野菜たっくさん買ってきて、ママと2人でパパの帰りを待ってて、3人でこたつの上のお鍋囲んで、私はとっても楽しかった。でもパパとママは嫌だったみたい。それでパパはお店出して、ママは勉強して資格取ってバリバリ仕事して、そのうち会社ができたの。家もだんだん大きくなってね、私の部屋ができて、パパの部屋もママの部屋も。でも気がついたらみんなですき焼き食べることもなくなっちゃった。おかしいよね。大きな家に住めばもっと楽しいって思ってたのに。パパもママもそのために頑張ったのに。今の家はね、パパとママの部屋に厚い壁があって、触るとひんやり冷たいの。あらこ、水木、これか？お前が言っていた壁っていうのは。ナナコ、一体何が目的なんだ？金か？金ならここにはないぞ。やめろ、何するんだ。気でも違ったか？あんた教師なんだろ。警察に電話だ。ナナコ、こっちに来なさい。ナナコ、どうだ水木、お前が嫌がってた壁ぶち壊してやったぜ。こっから先はお前次第だぜ。